どうも、B425 です。というところで、座礁の方やっていきます。タイガースのフランチャイズですね。現状タイガース14勝21敗と。ちょっと厳しい立ち位置にいますが、まだまだね、5月始まったばかりです。本日5月の5日なので、まだ始まったばかりですから、そこまで焦ってはいないんですけれども、ただね、なんかちょっとこう、ちぐはぐだなというか、なんかこう、決め手にかけるなっていうし、ことが続いている、まあそんなシーズンでございます。はい。そんな中で本日やっていくんですが、まあ、ただね、ちょっと最後に怪我人がね、非常に多くなってきています。まず、アメドが怪我をしました。まあ、あと1日で帰っては来るんですけれども、このアメドの離脱が結構でかいですね。やっぱアメドちょっと調子が上がってきたところでの怪我だったので、なかなか厳しい。そしてライリー・グリーンが怪我しました。もうほぼ終わりです。ここまで30試合で3割2分2厘、5ホーマーっていうね、素晴らしい成績、OPS も912を数えておりました。WAR も現時点ですでに昨シーズンの1.4と並んでおります。ライリー・グリーンが2ヶ月、まあ長期で3ヶ月も怪我をしました。終わりですもう。 で、ピート・クロー・アームストロングも怪我をしました。まあ誰かが怪我して上がってきてて、で、まあ、代わりにあげて、使ってて、まあ、今年は早々にホームラン2本打ったりして、お、いいんじゃない？ピート・クロー、アームストロング、なんて思ってたら怪我しましたね。はい。で、ジェームス・マッキャンも怪我します。まあ、サンチェスがあまりにも調子が悪すぎたので、サンチェスをこう、マイナーに落としながら、ジェームス・マッキャンを上げたりもしてたんですけど、一回昇格させて、試合使って、セカンドにスローイングしたんですよね。盗塁阻止するために。で、まあそこで怪我をして、2週間ほど公式レッスンに入ったのかな。で、まあ復帰して初戦ですね。復帰初戦じゃあジェームズ・マッキー行ってこいっつって。で、まあその試合をですね、2ヶ月の骨折をするというね、もうジェームズ・マッキーはいないもんだと思ってます。陽性にも程がある。まあそんな感じで結構ね、怪我人もたくさん出てますが、ね、頑張ってまいりましょう。本日は、レッズ戦ですね。相手先発、ニック・マルティネス。そして、うちはね、もう2年目にして2回目の登場になります。タリック・スクバラです。やっていきましょう。まあ、ちょっとね、スクバラになってしまったのは申し訳ないんですけれども、また、今シーズンのスクバラがですね、まあ、開幕投手を任せたというところで、エースのね、一応立ち位置でやらせてるんですが、微妙にですね。まあ、今年のピッチングだけ見るとね、去年のトレード、デッドライン付近で申し込まれた、マット・マクレインと、グラハム・アシュクラフトのトレードをなんか容認しとけばよかったななんて思ってる。まあ、そのくらいの、まあ、今シーズンのスクバルでございますが。まだ始まったばっかですから、まあ、なんとも言えませんけれどもね。まあ、今日はとりあえず私の手でエースらしい投球頑張ってもらいたいなと思ってます。はい、じゃあ次、野手ですね。まあ、さっきみたいなこと言ったわけですから、正直ね、メンバーも揃ってないし、なんといっても怪我人も多いというところで、ね、なかなか厳しいんですけれども。まあ今日はね、セイボルを使おうと思います、キャッチャーで。ね。あと、アメノがね、怪我するちょっと前に、実はキケをウェイバーで獲得してまして、キケが今82万1000ドル？ん ?82 万？ん ?82 万1000ドルか、でも。で、獲得することができたので、一応、ウェイバーでクレームの方しといて、で、まあ、そのタイミングでね、アメドが怪我したんで、ちょうどいいな、ということで、キケをね、実は取ってました。今日、どっかでキケ使いたいね。ウィスダム下げるか。まあ、ウィスダムもね、まあ、どうなんでしょうね。ちょっと調子上がってきてたので、本当は使いたいところではあるんですけど、とりあえずは、今日キケ行こうかな、サード。で、まあ、トーケルソンとか厳しいんですよね。トーケルソンが今1割6分3厘しか打ってないので。本当に何をしてんだ、トーケルソンはって感じですけど。ね。あと、ライアン・マッキャラが上がってます。まあ、彼も多分、まあ、ピート・クロー・アームストロングが怪我して上がってるんで、今日ちょっと使いたいなぁなんて思ってるんですけど、まあ、ちょっと、マッキャラも使う場所がねえんだよな、あんまな。とりあえず、打順組むか。1番、ジョック。で、4番、あれぞ、アロザレナ。2番、ビアリングか。2番、ケリー・カーペンターとか行く？スペンサー・トーケンソンが2番なの厳しいんだよな。トーケンソン何番だろう、これ。マッキャナも、どっかで使いたいけど、キース下げるか、今日。
まあ、ショーが疲れてるから、ショーを下げてもいいんですけど、ショーはね、結構最近調子良くなってきてるので、あんま正直下げたくないですよね。こうするか、こうして、こうして、こうして、こうかな。まあ、これが妥当かな。ちょっとで9番マッキャラにして。そうね、ビアリングが調子いいので、ビアリングは使いたいんですよね。まあ、こうなるか。これでいきましょう。さあ、相手はどうなんですか？ TJ フリードル、ジョナサン・インディア、マット・マクレイン、スペンサー・スティール、ジェイク・フレイリー、ジェイマー・キャンデラリオ、クリブス・ブライアントがいるんですね。デラクル出てないんですね。マジで。あと誰かいないよね。ん？いない子はないか。みんな誰が好きですか？スペンサー・スティール、マット・マクレイン、エリー・デラクルーズの三人衆だったら。なんか、あとあれか。エンカーナシオン・ストランド。エンカーナシオン・ストランドってあれがフルネームだったっけ？なんかもう一つファーストネームあるんだっけ？で、私はね、でもスペンサー・スティールが一番好きなんですよね。これ誰ですか？あ、タイラー・スティーブンソン？これ。スティーブンソンも好きよ。37番スティーブンソンね。ここまで92試合で3割2分6厘。すごいね。スティールじゃねえや。スティーブンソンは。これで、もう最近スティーブンソンってキャッチャーやってる？ああ、なんかスティーブンソンね、ちょっとキャッチャーやるとあまりにもかわいそうというかね、ちょっと不幸な怪我に見舞われがちなイメージありますけど。ちょっとなんかかわいそうだなと思ってます。じゃあ頼むよ、スクバル。1勝4敗4.08だからね。どうしちゃったんだって話だけど、頑張りましょう。いいよ、トークルソン。しっかりとね、オッケーオッケー。守備はしっかり頑張ってね。バッティングはね、あまりにも不調するんですけど。いいよ。オッケーオッケー。さあ、トークルソンはしっかりと2球さばく。よーしね。今日、スクバラの立ち上がりは素晴らしいですよ。マクリーンも三振取りましたね。いいね。よーしね。さあ、ジョックが先頭出塁です。まあ、足は使えないですけど、やっぱり1番に置かれることの多いジョック・ピーダーソン。どうでしょう。一応ジョック走っとくか。ああ、無理か。パワーは元からありますので、ちょっとパワーボール出しちゃったな。やばい。セーブルが嫌な方向にさ弾いたね。前には弾いたんだけど。よし、ビアリング。オッケー。さあ、そしてクリス・ブライアント来てますね、レッズにね。アイ・ブライアントってあんま似合わねえな。でも、ブライアントって一貫してカブスの青イメージだったりとか。まあ、ジャイアンツもいた。おっと。いけるかな、マッキーな。あー、ちょっとこれはもったいないね。送球のメーターしっかりすれば刺したね。普通になんか1点く取られた。ブライアントに普通にセンター目打たれた。マジか。いや、いやらしい。落ちた。いや、マジか。聞け。よし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 、うまいね。ナイス聞け。いいとこいたね。経験がものを言うね、聞けばやっぱね。しどうにかここ1点ね。1点というか、まあ1対1で捨てずるのもね。うまいね。さあ、ビアリング3ついけないかな。2つか。オッケーオッケー。ナイバッチ。さあ、いいよ、ビアリング。さすが調子いいね。うわ、チェンジアップ手出なかった。振らないと思ったら普通にストライクゾーンだったな。振った。なんでチェックも厳しいな今日。ようやくなんか引っ張っただけ打ってたんだけど、危険のセカンドショーのところか。ここで。
よーし、素晴らしい。いいスライダー。さてさて、嫌なバッターも打ち取りました。いい当たりなんだけどな。まあ全部そうだよな。よーし、素晴らしい。ナイスピッチャー。いいね、いいカーブでした、最後。さあ、もう1イニングいけるかな。ちょっとスクバル投げくすぎかな、さすがに。いや、もう1イニングいってほしいな、でもな、なんか。今年、その、あまり調子が良くない分さ、こういうところで長いイニング投げて、タイミング全然合ってないね。いけるか。おー、取った。ナイスプレイ。いいね。さすが昨シーズンゴールドグラブ。どこでゴールドグラブ取ったか知らないけど、多分レフトなんだろうな。ノーシルフォーシーム。よー、素晴らしい。ナイスピッチャー。いや、いいな。最後そこをびっしり決めてくるのはさすがエース。いいぞ、いいぞ。130球のネット。7回1失点。お疲れ様だね、さすがにね。いいね。いいよ。リリーフすごいね、今日ね。まあ、リリーフ一人しか投げてないけどまだ。サムモールか。アレックス、アスレティックスの時使ってたな。結構典型的な左ピッチャーなんだけど、すごいいいピッチングするイメージなんだよな。あ、ガーリックです。いたんだっていうね。ガーリックいきます。まあ、ロハスでもよかったけど、とりあえずはね、一発勝利が出ればってところなんで、もうガーリックに任せます。どうした、左殺し。よし。いいぞ、いいぞ。最後ですか。誰？イヤリング、アロザレナ、トーケルソン。まあ、おそらくアレクシス・ディアスでしょうからね。お兄ちゃんが使ってんのかな。さすがに使ってないが 7.71 なんだね。結構悪いね、アレクシス・ディアスね。これならどうにかなってないか、ワンちゃん。頼むぜ、ミアリング。いいスライダーだね。いい当たりなんだけど、セカンド捉えられてはいるんだけどね。よし、さあ同点のランナー出ます。頼むぜ、キケ。はい、うわ、振っちゃった。1点に泣いちまったな。しかもあの1点防げたよな。今思い出すと、あの1点で送球しっかりしてるの防げてたもんな。まあ、ただ今日はスクバルが頑張りました。7回1失点です。これは材料いいんじゃないですか。5月の上旬は、中旬までいいや。捨てましょうというか、この、調子を整える期間でみんな当ててくれ。あ、オンラインが蹴るって。はい、というところで、ありがとうございました。では、終わりましょう。ね。まだ大丈夫。まだ大丈夫。とにかくなります。というところで、チャンネル登録もお待ちしてますので、よろしくお願いします。バイバイ。